日本近畿地方大阪府八尾市若林町若林町は大阪府八尾市の町名現行行政地名は若林町1丁目から若林町3丁目住居表示は未実施。両政国一覧機内河内国丹北郡若林村の一部他日本近畿地方大阪府中地郡江賀村若林の一部他日本近畿地方大阪府 松原市若林町の一部他当地の八尾南駅、辺りや山和川河川敷の地中にて、弥生時代後期から鎌倉時代にかけての複合遺跡である、八尾南遺跡が発見されている。下層には、弥生時代後期の集落跡が発見され、東西150メートル、南北70メートルの範囲に縦穴住居7棟、掘った手柱建物などのほか、自然災害により、 村落が土砂で埋まる直前の状態が残っていたことが分かっている。その上層面からは古墳時代初期の方形集公墓が30基以上見つかっている。方永元年の大和川付け替え工事により村域は南側の集落、北側の工作地に分断された。住民は大和川を渡って工作を行うこととなり不便を強いられたため住居を対岸。 北側へ移す者が続出した。北若林地区は出京と呼ばれた。明治22年以降、江賀村松原市を経て、昭和39年八尾市に編入される。当時はまだ寒村であり、市街地から離れていたこともあり、発展は遅れたが、1980年の地下鉄、谷町線の延伸開通を機に、企業団地が誘致され、都市計画道路も整備されて発展していった。 八尾市の一番南西に位置し、西は大阪市に、南は松原市に接する。かつての旧村落は現在の三丁目の山和川堤防沿いにあり、集落の東外れに若林自治会館がある。一丁目に地下鉄八尾南駅があり、周辺は印刷関連企業や菓子製造関連の企業団地となっている。二丁目の若林口交差点周辺に、 小さな商店や住宅がある。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ABC 総定時別人口、世帯数。八尾市。2020年5月6日閲覧。AB、若林町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。住居表示の実施区域一覧。八尾市。2020年5月6日閲覧。 82山和川改め竜と若林遺跡、松原市青南遺跡遺跡を大川昭和時代、中頃まで、こんにゃく鏡と呼ばれた歩行者専用の不沈橋があった。1961年撮影の空中写真では、不鮮明ながら、存在を確認できるが1975年撮影の空中写真では、すでになくなっている。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び世帯数町長,長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び世帯数町長,長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、 男女別人口及び世帯数町長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧、住所からの航空一覧、八尾市、2020年5月6日閲覧、平成28年経済センサス、マイナス活動調査、事業所に関する集計産業横断的、集計都道府県別結果、総務省統計局、 2019年10月23日閲覧。郵便番号を2019年度版。日本郵便。2019年11月4日閲覧。ありがとうございます。